キです。トゥイス。そしてゴンドラ重蔵、レイブンドラスプラゴールデンレッドカーはい、ということで今回も考察持ってきたわけなんですけど、もう早速いっちゃっていいですか。はい、どうぞ。まあ今ワンピースっていうのは最終章に入って、もう新情報とかもワンサカ出てきてるわけなんですけども、そんな中で今物語の中フィーチャーされてるのが何だかわかりますか。何がフィーチャーされてるんだろう。最新話です。1058話。迷うようなところでもないんですよ。なんとなくなんか3つぐらいこう候補があって、その中の1つが今取り沙汰されてるなみたいな感じで思う。クロスギルド。そうなんですよ。ブランニューも取り沙汰されてるんですけど、熱いですけど、ブランニューもやっぱクロスギルド、もういっぱい考察されてると思うんですけど。こいつやっとった。あ、マジですか。やんだよ。もうちょっと内容被ってるかもしれないですけど、そしたらそっちのちょっとボツでお願いいたします。ということで、まあ、1058話、そのクロスギルドの中でミホークとかクロコダイルの再登場っていうのがもうめちゃくちゃ激アツだった。いや、熱かったよ。もう考察云々じゃなくて、もう単なる一読者としてめっちゃ盛り上がる展開じゃないですか。そうよ。そして以前、もうだいぶ昔の話ですけど、映画ストロングワールドで配布されたゼロ巻、まあ伏線の宝庫と言われてる本なんですけど、あの中に出てきた一コマ、まあ5コマぐらいあるんですけど、まあこれ見てください。ででん。おー、このシーンほんま印象的よね。そう、このシーンがなんと今のクロスギルドとつながってきてるんじゃないかっていう情報があるんですよ。はー、やっぱりちょっと一番左端見たくなかったな。ちょっとやっぱりなー。何か言い出すと思っとってんだー。それは説もやっぱりって言われちゃったな。やっぱりなー。俺革命軍説も押してるんやけどな。結構最近クロスギルド説もあると思っとって、その俺出そうと思っとって明日。あー、ほんとに。俺らはもうあげるわ、その考察。いや、じゃあそれもらいますね。じゃあ、ここはその時七部会の描写が映るっていう感じで選ばれてるはずなんですよね。まあこれが今のクロスギルドとつながって、まあこの真ん中3人ですよ、一旦見てほしいの。おうおうおう。クロコダイル、ミホーク、バギーと、もう完全に今のクロスギルドメンバーじゃないですか。そうね。まあそういったことで、じゃあモリアとドフラミンゴも加入するんじゃないの、それがゼロ巻の時から温められた構想なんじゃないのっていうのが今の熱い考察なんですよ。確かに昨日小池さんもドフラミンゴ入る言うとったわ。そういったことで今回クロスギルドに今後加入する可能性のあるキャラっていうのをいろいろ模索してたんですけど、今回の企画、ルフィクロスギルドに加入する説。やばだからなんでさ、喋るのこの時にやばいねー。やばいのを持ってきたんですけど、まあまずは最終的にクロスギルドに加入するんじゃないかって思うキャラをちょっと集めてきたんで、はい、いろいろ根拠とか提示しながら、そこから全部つなぎ合わせて最後ルフィに持っていこうかなと思います。おもろー。まずは聞いていただきましょう。まあ、さっきのゼロ巻のモリアとドフラミンゴの前に一人言っておきたいのが、サボ、まあ、これ革命軍ではあるんですけど、今もう単独行動をとってて、ちょっとどうなってるかわからないという状況なんですけど、まず新聞記事でもともと出されていた情報を信じるのであれば、サボがコブラを殺害して、まあ、そのことによって世界各地で革命の時が来たみたいな感じでみんな盛り上がってると。で、まあ、なんなら8カ国革命ってよくわからんのもサボが全部裏で糸引いてるんだよとか、まあ、そういうことも言われたりしてるんですけど、写真とかもね掲げられて、なんかでっかいポスターみたいな、どんな技術があってね、あんなポスター作れるのかわかんないですけど、それはそれはあの世界の、それはええんちゃう別に。ちょっと時代背景わかんないんで、あ、できるんだなと思って、あ、カラーなのか白黒なのかわかんないですけど、そんな気になる。それなんかあの小屋志村のところでも印刷できるのよ。確かに、そう、全然できると思うよ。確かに確かに、うん、金鉱図とかあると思うし、あ、金鉱図でもちゃんと綺麗なプリントできますからね。そういったことで、そのところで暴徒化したような、ね、革命軍もどきみたいなやつがうわーっていたわけじゃないですか。いましたね。なんか革命のマスクとかつけて暴走族みたいな、そういうやつらがいて、まあ、サボ様みたいな感じだったんですけど、まあ普通に考えてサボが本当にあいつらを組織してるんじゃなくて、勝手に祭り上げられてサボは本当は知らないよみたいな感じちょっと思えるじゃないですか。おでもクロスギルドの時も全く同じような考察しちゃってたんですよ。バギーがミホークとクロコダイルを従えてると言われてるけども、実際ミホークとクロコダイル何も知らないんじゃないか、バギーが勝手にやってるだけじゃないかと、黒幕がいるんじゃないかといろいろ言ってたんですけど、結果最初に描かれていた通り、あの3人と一緒に今行動してたわけじゃないですか。だとすればサボに関する考察も外れていて、実際本当にあの暴徒化した革命軍もどきをサボが率いてるんじゃないかというのも考えられるわけです。じゃあ、まあその革命軍もどきっていうのを新革命軍とちょっと名称を変えて呼ばせてもらうんですけども、まあ、その新革命軍と元々
元の本家革命軍、何が違うのかっていうところを見ていくと、本家革命軍コアラのこのセリフ思い出してほしいんですけど、私たちが本当に狙ってるのは世界政府じゃなくて天竜人の首だと、まあそういったことを言ってたんですけども、じゃあ新革命軍の目的は政府とか海軍とかもろもろ自分らを苦しめてる全てに対してっていう攻撃的な新革命軍っていうのができているんじゃないかっていうのが思われるんですけど、まあそういったことを表すためにああいう暴走族みたいな感じでわざとにこう暴徒化してるっていうのを印象付けてるような、なるほどな、そういう風にも見えてくるんですよね、あからさまにね、うん、新革命軍っていうのが海軍を攻撃するような奴らだとしたら一つ繋がってくる部分があるんですよ、まあ、確かに世界政府側に今立てつくという意味で一緒ですからね、うん、そう、クロスギルドの海兵狩りと同じようなことしてるんじゃないかってことなんですよ、うん、あ、じゃあそこともクロスしていくんですね、そう、新革命軍とクロスギルドがクロス今エコーかけといてくださいね、クロス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 、いいね、CG は調子いいっすね、深夜テンションなんで、そういうことで、まあクロスギルドが海兵に懸賞金をかけてやってるんですけど、はい、じゃあそれが誰が倒してるのかっていうの気になるじゃないですか、うん、海兵を本当に、うん、出動部隊として、うん、倒してクロスギルドのところに行ってお金をもらってるのは誰かっていうのを考えた時に、新革命軍のやつらがその実動部隊なんじゃないかってことを考えたわけなんです、暴徒化したあいつらが海兵を倒す、そしてクロスギルドに持っていく、そこのつながりでサボとクロスギルドのつながりっていうのも出てくるんじゃないかと思ったわけなんです、おお、なるほどね、で、まあ、サボがその海兵の引き渡しとかにクロスギルドに行きましたと、まあ、そしたら都合いいから、じゃあ俺ここにちょっと居座らせてもらうわみたいな感じでクロスギルドにまあ加入というか居候みたいな形で一瞬行動するっていうのは全然ありえるんじゃないかなと思ったんです、じゃああの電話俺クロスギルド入るわっていう、あ、もうそれだけかもしれないですね、なるほど、自分の要件だけ言ってやば、ちょっとやばくないそれ、もう下手したら事後でこれが当たったってなるのかもしれない、ちょっとショックだな、俺もショック、だから、まあ、一応育ての親やから、うん、ギリは通してほしいよ、ね、いやほんまに、まあまあ一応電話で伝えるだけまあ成長したと成長なのそれ、そう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 、だからまあ実際にはそういうサボの信念があって、まあ別にクロスギルドに心酔してるわけじゃないけど、自分の思いで入ってるだけで、ただ電話越しではクロスギルド入ったわだけで終わらせて、読者からしたらえサボ変わっちゃったのみたいな、そういう引きっていうのは全然あると思うんですよ、なるほどな、まずは事実確認だまあ事実確認してください、もう事実だよ、ね、本人言っちゃう、本人言っちゃう、事実なんそれ、本人だんやからそれ、サボはこういうことありえるかなと思うんですけども、で次はさっき冒頭でも言ったゼロ巻に書いてあるモリアとドフラミンゴについて触れていくんですけども、クロコダイルミホークとかバギーとかって元七部会の再登場の流れっていうのができてきてるわけじゃないですか、だからまあその点でいくとモリアドフラミンゴっていうのも初期の七部会ということで、また今からね出てくる可能性全然あると思うんですけど、まずはドフラミンゴいきます、現在インペルダム投獄されてて、まあ身動き取れない状況なんですけども、バギーとかクロコダイルって過去にインペルダム大脱獄劇を経ていろいろもう分かってるんですよ、仕組みとか確かにシステムみたいな、そしてミスター3っていう脱獄受け負い人と呼ばれるね、鍵とかも作れて、受け負い人マゼランも防げて、うん、まあ、そういうインペルダウン特攻のやつがいる、インペルダウンと相性いいねそうそう、うん、そしてクロコダイルっていうのは今回分かったんですけど、ミホークをスカウトしてたんですね、うんうん、まあそういったことでこれまでの2年間の空白の期間いろいろ準備してきてて、いろいろ考えてたことがあるんじゃないか、これ次はあいつをスカウトするって言って、どこにあったそのシーン、あ、今あの106巻なんですけど、あー、どういうふうに、まあそれでもやっぱりインペルダウンレベル6にいた時にあいつだけはやめておけっていうような感じなんですかね、言います、なるほど、はい、そういったことでドフラミンゴ今獄中で新聞読んでるはずなんですよ、でそしたらクロスギルドか面白そうそれ言う声も似てない、面白そう声も似てなければ言ってもないだろうから面白そうやばい、ニュアンスが伝わればいいクロスギルドフル止めといてよかったやん、面白そうまあそういうこと言ってなんか待ってることがあるんじゃないかと、俺を早く助けに来いっつって確かにいろいろ混ざってるイメージの中の世界で、まあ、そういうこともあってドフラミンゴ自身も、まあ、元天竜人として、はいはい、まあ、天竜人を恨む気持ちもあるだろうし、うん、まあ、世界政府で恨みとか尋常じゃないから、うん、クロスギルドに全然加入することあり得ると思うんですよ、もともと闇のブローカージョーカーとしてこう裏世界ではいろいろ暗躍してたんですよ、そういったことで今クロスギルドに出資していると言われている闇の組織、確かに、あ、こいつらももともとジョーカーとは深い中でジョーカーをとりあえず助けに行ける、うん、それが出資の条件だ、うん、みたいなことも全然あり得る、なるほど、そうね、そのことで今出資してもらってるってことがあれば助けに行くこともあると思うんですよ、いやー今日の説面白かったですわ、ありがとうございました、ありがとうございました、面白そうでね、ゴンダー従属のチャンネルもぜひ見に行ってください、お願いします、まだいるんですけど、え、
今の綺麗に終わったやん。まだちょっと不完全燃焼というか、 次超えれます。今の説を今良かったよ。今次いやいや誰が来るの、大丈夫、ま、え今の流れでいくとやっぱゼロ感のあのシーン、うん、やっぱりまだ一人触れていない人物っていうのがいるんですよ、うん、まあ、それが月光守谷、かつて四皇街道と互角やと言われるあの月光守谷なんと月光反対にしたら光月、もういいのよ、まあ、そういったことで光月イコールクロスギルドっていうことに入るんじゃないかと思うんですけど、ええ確かにね、うん、何が確かに、ね、月光クロスして光月ということもありえるんじゃないかと思うんですよね。やばいよ。ということで今守谷っていうのは黒ひげのいるあの海賊蜂の巣に乗り込んでやられた感じでちょっと消息不明、まあ自力で逃げることはできない状況だし、下手し殺されてるかもしれない、うん、ただ黒ひげっていうのは守谷をちゃんとスカウトしてたんですよ、うん、だから殺すことはせずに改心するまで捕まえてる可能性が全然あると思うんですけど、カイドみたいね、そうですそうです、キッドとかも一旦捕らえておくみたいな、でそこで、まあ、守谷自力で逃げれないんで、じゃあ誰か助けに来る、それがミホークなんじゃないかっていうのを考えてるんですよ。まあさっきはクロコダイルとかがインペルダウンのことは分かってるからドフラミンゴを助けるのはクロコダイルじゃないかと思うんですけど、今度こっちはそれ別行動でミホークが守谷を助けに来る、っていうのが、まあ、一つ根拠として、守谷の元に向かったもう一人の人物、誰か分かります？ペローナ。おっ、ペロちゃんなんですよ。ペローナっていうのはミホークとつながりがあったわけです。確かに。だからミホークが守谷を助けるときにまたペローナと合流してまた一緒に行動すると、うん、この説盛り上がってきましたね。守谷だけ、うわ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 、やっぱコメント欄でマッシュ戻ってきてくれよ。ダメ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 、加えていくんですか？毎週書かれてると俺見てる。だいたいそのアンチコメントがスタッフ消してくれんやけど、ああ、それだけ残したままだよ。そうまあね、うん、こっちのアンチでもマッシュ君への応援コメントだからね、それは大事なんですけど、プラス思考でいい、はい、盛り上がってきたね、そういったね、アンチコメントへの恨みと同時に守谷っていうのもやっぱ世界政府に消されかけた過去があったりとか、まあ、戦国でもっと上だって言われたやつに消されかけたりしたんですよ、まあ、それで恨みっていうのがあってクロスギルドに加入する動機っていうのはちゃんとあるのかなと思います。なるほど、なるほど、ちょっと立ち位置的に微妙やんな、守谷一人だけやったらね、うん、今後も出てくるとしたらやっぱ一人じゃ何もできないと、元七部会が全員連合したら相当強い組織だ、確かに確かに、もう本当に七部会撤廃したのはアホやなと思うんですけど、うん、そういったことで次七部会以外のキャラなんですけど、はい、ボニー。お、まあ、このボニーっていうのが実はですね、地味にマリージョが潜入した後何も明かされてないんですよ。まあ確かにね、確かに、うん、何したんだろうなと、なんかもうクマを見つめながら泣いて、そうだって革命軍がさ、そのクマを持ってったわけじゃないですか、はい、なんでそう、今回まあもしかしたら、そうそう、描かれてたかもしれないと思ったら描かれてなかったんですよ、うん、革命軍のところも、うん、そうやな、だからどういう経緯があってそうなったのかって考えた時に、うん、クマを奪還した革命軍とボニー合ってると思うんですよ、うん、もちろんそうだよね、そうで話があって、クマの身柄をちゃんと助けるのは革命軍の役目、ちゃんと革命軍の本拠地に連れて帰るよと、じゃあボニーはどうするかというと、クマの恨みを晴らすというか、敵を討つために世界政府と戦おうと決心して動いてるんじゃないかと思うんですよ、まあ、もちろんボニー一人で政府に太刀打ちなんかできるはずもなく、まあ、それでクロスギルドの噂を聞いたからっつってそこに入り込むのか、もしくはまたね、黒ひげに捕まった時みたいにまたどっかに捕まってて、それをクロスギルドのメンバー、例えばさっきクロコダイルがドフラミンゴを助ける、ミホークがモリアを助けるって言ったんですけど、まあ、バギーが偶然そのボニーのところに居合わせて偶然助ける形になってクロスギルド加入みたいな、だから3人それぞれがそれぞれのキャラをスカウトしてくるみたいなっていう展開も全然あるかなとは思うんですよ。確かにな、まあ、そのボニーがクロスギルド入って何ができるかというと、黒ひげに捕らえられて赤犬が来た時に言ってたんですけど、お前が政府から逃げたと聞いた時はいわる意図したがのってことを言われたわけじゃないですか。いちいちあのキャラの真似しながら言うんですかね。え、まあ、あの臨場感、あ、臨場感、なるほど、はい、なるほど、はい、躍動感、アイマックス的な感じ、あ、躍動感、はい、お願いしますまあ、そういうことで赤犬さえヒヤリとするような情報をボニーは持ってるわけなんですよ。確かに。でさらにそこで捕まったのにまた逃げ出してるんですよ。うん、とんでもないやつなんですけど、そうだね、まあ、その情報っていうのがクロスギルド、まあ、世界政府に対抗しようとしてる組織にとってかなり有用な情報だったりするんじゃないかと思うんですよ。なるほどなるほど、ようやくその情報が生きてくるというか、なるほど、ボニーがずっと気になってたわ、あれ。そう、確かにな、何かしらの情報絶対持ってるんだけども今まで出てきてないけど、ここでようやく回収されるんじゃないかと。ありえそう。だからまあソルベ王国、王大国、コニーとか全然回収されてないし、そうだね、まあ、今後も確実に出てくるとは思うんですけども、うん、まあ、一人でもう何もできないだろうし、ボニー海賊団っていうのも全然キャラ名も出てきてないぐらい、しょうもないですよ、ばっかな。だからそういったことでクロスギルドのメンバーとして活躍してくるんじゃないかと思います、はい、ということでここから本題でございます。ここだよね、聞きたいのはね、そうです、ルフィ。おお、まあ、ルフィがそう加入するかっていうところなんですけど、うん、まあ、この
今回の考察を考える前に別の考察を考えてたんですよ、はい、でそれがちょっと途中でこっちにした方がいいと思ってやめたんですけど、それが麦わらの一味後に分裂する説っていう、まあ、チームがばらけるというかね、2年前みたいに、あ、そういう感じです。で古代兵器が3つ存在するだとか、うん、まあ、世界の3大戦力だとか、うん、まあ、3っていう数字がいろいろ言われてるんですけど、はい、まあ、麦わらの一味も後に3つのチームに分裂するんじゃないかっていう説なんですよ。古代兵器ポセイドンのところが白星とつながりのあるルフィが行くと、そして古代兵器プルト、ワノ国のつながりがあるゾロがそのチームに入る、古代兵器ウラヌス、まあ、天空神とかって言われてるんで、そのつながりでナミがそこに入ると。おー、最初の麦わらの一味3人がそれぞればらけるような展開っていうのが全部あるんじゃないかと。それおもろいの、ちょっと面白そうじゃないですか。すごいの。確かにナミのところでサンジも行くやろうからね、まあそういうなんかチーム分けとかも実両翼で分かれそう。チョッパーとかだったらゾロとか行きそうやな。その時に考えていたのがナミチーム、ゾロチーム、そしてルフィは1人ってことをちょっと考えてたんですよ。なるほどなるほど。まあルフィがクロスギルドに入るなんて誰も考えないし、一番ありえないと思うじゃないですか。でも実は真っ先に考えるべきがルフィだったんですよ。っていうのもクロスギルドのメンバー、バギー、クロコダイル、ミホーク、そしてもっと下に行けばミスター1、ダズボーネス、ミスター3、ギャルディーノ、そしてアルビダと、みんなルフィと深い関わりがあるんですよ、うん、そして過去ルフィが敵対していた人物とまた共闘する流れっていうのは結構いろいろ描かれてきてるわけじゃないですか、うんうんうん、インペルダウンとか頂上戦争では今回の話の本人であるクロコダイルとかバギーと共闘したこともあるし、キッドとローの同盟っていうのももともとはもう完全にライバルみたいな感じだったのに一緒に戦ったと、ベンチとも一緒にホールケーキアレンド入ったりとかもしてるんです、うんうん、そしてまあルフィの中で下手したらもうバギーとかちゃんと友達みたいな感覚になっててもおかしくないじゃないですか。確かに確かに。一緒に頑張ってやってきたし、インペルダウン出てきたし、クロコダイルのこともムカつくことはあっても共闘することにいろいろ思うことはないと思うんですけど、そしてここレイトラのお得意のメタ考察になってくるんですけど、クロスギルドが今メインでストーリー展開していきそうな雰囲気あるじゃないですか、はい、まあ、そういったところでそのメインでストーリー展開する組織っていうところに主人公チームが誰も絡まないって普通ないんですよ。確かに確かに。例えば七部会っていう組織だったら敵としてずっと絡んできたじゃないですか、うん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 、海軍ももちろん敵としてだし、海軍側の主役みたいな感じのコビーみたいなのもいるし、で革命軍っていうのもロビンがそこに入って、確かに革命軍側の主役みたいなサボみたいなのもいたりするわけです、うんうんうん、でも今のクロスギルドでそういうキャラはいないわけじゃないですか、まあそうやね、主役チームの誰かみたいな、まあ、そういったことでクロスギルドとじゃあ麦わらの一味今後どう絡んでいくかって考えた時に、クロスギルドの目的は海軍なんですよ。じゃあ敵として戦うことって絶対ありえないんですよ。おじゃあ仲間として絡むんじゃないかって考えた時に、やっぱルフィがそこに入るのが一番しっくりくるというか、みんなと面識があるし、じゃあその流れとしてどうやってその展開を持っていくかっていうと、現在未だに動向が描かれていない七部会のキャラ誰がいますか。ハンコクです。ハンコクっていうのも、まあ、ルフィと深い関わりがあり、未だに描かれていない。コビーがダホに向かった、その後助かったかどうかも分かってないんですよ。だからクロスギルドもストレートに描かれた。じゃあ今回コビーとハンコク仲良くなってるんじゃないかっていう考察もあるんですけど、ストレートに捕まってるんじゃないかと。それをじゃあ助けに行こうと、ハンコクの危機となれば多分動くと思うんですよ、うん、動きそう。そしてクロスギルドの面々、クロコダイルとかミホークっていうのは頂上戦争でのハンコックとルフィの関係っていうのを見ててもおかしくないです、うんうん、じゃあ麦わらのルフィ、ハンコックを救出したいなら一時共闘といかねえかということで、まあいろんなスカウトしてる状況ですか。これはね、見えてきました。見えてきました。これクロスギルド、ローもついてきます。麦わらや、俺も一枚かませろ好きやなぁ、ルフィ大好きやルフィとも関わりがあるし、うん、共闘した歴史もあるし、七部会やし、確かに要素が揃いすぎてる。元七部会ね、うん、確かにな。まず次やったらお前らとはとか言ってたけど何やねんそれ。一時休戦だまた同盟と行こうかまあそういったことでルフィがクロスギルドに入るというかね、まあ、一時共闘する流れっていうのは全然あるんじゃないかと考えております。以上、その時のシャンクスってなんて言いますか。入ったな、ルフィシャンクスはそれぐらい分かってた。そうそう、全部見聞色やっぱりね、見聞色使えるのは お前だけだと思うのよ、つだから未来も読めると入ったらルフィになるんや。よくやった、バギーとかでもなくついていったか、ロー。なんでローに来るのそういうこともあるんじゃないかと思う。面白かった。面白い。ありがとうございます。まあ、そんな感じの考察でございました。でしょ。ありがとうございます。はい、こんな素敵な考察が聞けるレイブントラッシュもですね、月水金に考察動画出してますんで、ぜひチャンネル登録してあげてください。してください。お願いします。僕たちとは違って、なんか結構モノモース系な言い方もちょっと人気なんよね。しますね。そう、あいゆえにここがおかしいんじゃないのみたいなことね、鋭いね考察を交えてやるんでね、はい。ぜひチャンネル登録してあげてください。お願いします。お願いします。お待ちしております。See you. Bye. Bye bye.